レアルクルブデポルティーボ・マヨルカ SAD は、スペイン・バレアレス諸島州パルマデ・マヨルカに本拠地を置くサッカークラブ。バレアレス諸島に本拠地を置くサッカークラブの中で最も歴史が古い。セグンダ・ディビジオンに所属。RCD ・マジョルカと表記されることもある。その歴史は、バレアレス諸島のサッカークラブで最も古く、1916年に、 エンジニアのアドルフォ・バスケスによって設立された。最初期に使用したスタジアムはブエノスアイレスと呼ばれ、同年3月25日に FC バルセロナとの間で行われた落成試合は0から8で敗れた。1931年にリーガ・エスパニョーラに初参戦し、テルセーラ・ディビシオーンでプレーした。1945年9月22日には新スタジアムの S ・フォルティが落成した。 1959年にはセグンダディビシオンに初昇格し、1年後の1959から60シーズン終了後にはプリメーラディビシオン初昇格を決めた。1970年代半ばまではプリメーラディビシオンとセグンダディビシオンを行ったり来たりしたが、1970年代後半にはテルセーラディビシオンやセグンダディビシオン B に低迷した。 1980年代半ば以降は再びプリメーラ、ディビシオニアセグンダディビシオンに定着し、1990から91シーズンのコパデルレイでは、過去最高の準優勝という成績を残した。1980年代後半や2000年代、前半に在籍したミゲル・アンヘル・ナダルは、クラブ史上最多の255試合に出場している。 1996から97シーズンのセグンダ、ディビシオンを3位で置いてプリメーラディビシオンに昇格すると、1997から98シーズンはコパデルレーで準優勝、リーグ戦で5位となった。1998年夏にはスーペルコパデエスパーニャで優勝し、クラブ初となる主要なタイトルを獲得した。 エクトル・クーペル監督が率いた1998から99シーズンは GK カルロスロアがサモラ賞を獲得するなど堅固な守備でリーグ戦3位となり UEFA カップウィーナーズカップではベルギーの KRC ヘンクやクロアチアの NK バルテクス・バラジュディンやイングランドのチェルシー FC などを破って決勝に進出したが決勝で イタリアの SS ラツヨに1-2で敗れて、優勝はならなかった。以後はプリメイラディビションの注意に定着し、2000から01シーズンは61得点で、リーグ戦3位となった。グレゴリオ・マンサーの監督が率いた2002から03、シーズンのコパデルレーでは5シーズンぶりに決勝に、進出して、エルチェで行われた決勝で、レクレアティボ・エルワニ3から0で勝利し、 スーペルコパやカブリーグでの優勝を除けば、クラブ初となるタイトルを獲得した。2004年夏に、a s FW、サミュエル・エトーを FC バルセロナに売却したため、2004から05シーズンは、序盤から低迷し、セグンダリディビシオン降格の危機に瀕していた。ベニート・フローロ監督を解任し、クーペル監督にバトンタッチしたが、終盤戦まで降格圏内をさまよい続けた。 しかし、シーズン最終盤に、驚異的なペースで勝ち点を積み上げ、最終節で、プリメーラ残留を決めた。この快挙を、マヨルカ地元新聞紙は、マヨルカの奇跡として称えた。2005から06シーズンは、序盤から失点を重ね、4勝7分12敗と、降格が濃厚となったところで、クーペル監督が辞任した。公認のマンサーの監督は6勝6分3敗と、 持ち直し、13位で残留を決めた。2006から07シーズンは MF ホナス、グティエレスなどが仕掛ける、サイド攻撃がはまり、12位で余裕の残留を果たした。2007から08シーズンは、DF ガビドナバーロ、MF、ボルハ・バレーロなどの新戦力が活躍したが、特にヘタフェ CF からやってきた FW、ダニエル・グイサは26節からの13試合で16得点と、 爆発してリーグ得点王のタイトルを獲得。チーム全体ではリーグ4位の69得点を記録し UEFA ヨーロッパリーグ出場権獲得にあと一歩に迫る7位に躍進した。2008年7月22日にはクラブの株式の96%を5000万円ポンド以上の金額でイングランドの投資家ポールデビッドソンに売却することが発表された。しかし、 11月にはデビッドソンが資金不足から取引を完了させることができないことが明らかにされ、彼のクラブへの興味が売名以上のものかどうか疑問が持たれた。同2008年夏にはグイサや MF、アリエル岩傘など主力を何人も売却したため、2009年2月にはリーグ再開に低迷。2009年1月15日、実業家のマテオ・アレマニーが、 マルティ・ミンガー・ロイッカから3年ぶりに、クラブの経営権を取得すると、頼れるベテラン GK、ドゥ・ドゥ・アワットを獲得するなど、内外でポジティブなチーム作りを進め、後半戦19試合を11勝4分4敗と、立て直し、13シーズン連続での残留を決めた。2009から10シーズンは、リーグ戦5位で UEFA ヨーロッパリーグ出場権を獲得し、 コパデルレイでも3シーズン連続での準々決勝、進出を果たした。2010年5月下旬、RCD マヨルカは経営破綻を宣言し、4250万ポンドから5130万ポンドと、見積もられる借入金の管理は、必然的に裁判所の下に置かれた。7月9日、かつての監督ロレンソセラフェレールや、プロテニス選手で、 マヨルカ出身のラファエル・ナダルなどを含む団体がクラブの経営権を取得した。しかし、クラブの不安定な財政状況を確認した欧州サッカー連盟は2010年7月22日、RCD マヨルカが UEFA 主催の大会に出場する権利を剥奪し、UEFA ヨーロッパリーグはビジャレ RCF に譲渡された。ピッチ外でのゴタゴタや財政難にもかかわらず、 ミカエル・ラウドルップ監督に率いられた2010から11シーズンは安定した戦いで14シーズン連続のプリメーラ・ディビジオン残留を決めた。しかし、2012から13シーズンに18位に終わり、2部、降格。その後は、カブリーグでの戦いが続き、2016年1月、元 NBA プレイヤーのスティーブ・ナッシュと、フェニックス・サンズオーナーのロバート・サーバーによって、買収された。 だがその後も低迷は続き、2016から17シーズンには2部で20位に、沈み1980から81シーズン以来となるセグンダ・ディビシオン B 降格が決定。2017から18シーズンに1年で2部復帰を決めると、2018から19シーズンにデポルティー・ボラ、コルーニャとの一部昇格プレイオフを制し、2年連続昇格で7年ぶりにリーガー復帰を果たした。 しかし、7シーズンぶりのラリーガの戦いは、スペイン本土で勝てないというジンクスに陥り、1年でセグンダに降格した。1916年の創設時は、スペイン国王のアルフォンソ13世にちなんで、フンタディレクティーバデルアルフォンソ13世 FCB と命名されたが、1917年にはレアルソシエラアルフォンソ13世とクラブ名を変え、 この名称は1931年に政治的な理由でクルブ・デポルティーボ・マイ・ヨルカに改名するまで続いた。1949年には国王の非護を受けてクラブ名にレアルの単語が冠され現在のレアル・クルブ・デポルティーボ・マイ・ヨルカとなった。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗はその他保有国籍。 もしくは市民権、星印は EU 県外選手枠を示す。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。